ファン・フランコとファン・フランシスコ・ガルシア・ガルシアは、スペイン・バレンシア兼バレンシア出身の元同国代表のサッカー選手。現役時代のポジションは、LSB。地元バレンシアに本拠地を送ればんて UD でキャリアをはじめ、3シーズン後の1997年に移籍金100万ユーロで、強豪バレンシア CF に移籍したことから注目を集めた。同年8月31日。 1>, 1から2で敗れたアウェーの RCD マヨルカ戦で一部デビューを果たしバレンシアで公式戦に50試合出場した。1999年には移籍金400万ユーロでセルタデビュー後に移籍し UEFA カップや UEFA チャンピオンズリーグでレギュラーとしてチームを支えていたが2003から04シーズンにチームはセグンダーディビシオンに降格した。2004年 セルタの二部降格に伴いトルコスユペルリグのベシクタシュ JK に350万ユーロで移籍したが、フアンフランをイスタンブールへ連れてきた同胞、ビセンテデルボスケ監督は、シーズン途中に解任されると新監督、ルザチャルンバイの構想からすぐに外れ、2005年にオランダエールディビジのアヤックスアムステルダムに完全移籍のオプション付きでレンタルされた。2006年、 スペインに戻り150万ユーロで、レアルサラゴサに移籍すると、同時期に加入したパブロ・アイマール、アンドレス・ダレス・サンドロ、セルフィオ・フェルナンデス・ゴンサレスらと共にチームを引っ張り、UEFA カップの出場権を獲得に貢献したが、2シーズン目は、個人としても、チームとしても振るわず、クラブは5シーズンぶりに2部に降格した。2008年7月30日、 ギリシャスーパーリーグのエックアテネ FC に2年、シーズンごとに100万ユーロが支払われる契約で加入した。エックでは主力としてプレーしていたが、2010年1月後半にキャリアを開始したフルスレバンテ UD に2部のシーズン終了までの期限でレンタルの形で復帰。復帰後は19試合5得点を記録し、 二シーズンぶりの昇格に貢献したことから、2012年6月までの契約でレバントへ完全一席。同クラブではキャプテンに就任した。2010から11シーズンは34歳ながら23試合と、チーム内の左 SB で一番起用され一部残留に貢献した。翌シーズンは6位でクラブ史上初の UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得と、 さらに検討した。2012年9月20日、レバンテのヨーロッパデビューとなったホームにヘルシンボリーフを迎えた試合で唯一の得点を挙げ勝利した。2015から16シーズン限りで23年間の現役生活に終止符を打った。セルタデビュー後の活躍から2000年3月29日のイタリアとの親善試合でスペイン代表でデビューして以来、 11試合に出場した。2002FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれ、5試合中3試合プレー、した。2003年、ユーロ2004予選の0から0で引き分けた北、アイルランド戦で90分フル出場したのが、最後の試合となっている。9、マンブルーがバイトバック、ファンフランがベジクタシュエ、アヤックス、ファンフランに期待、フェルナンデス・ランズ・ホーマー・チャーチス・マドリー制服に、 生き込むサラゴサ、エルデスカータドハワンフランセロ、スーマルシャールエックでアテナス、デビュートンツレバンテオーバーカムヘルシンボーグタスク、ハワンフラン、ハーシドラエタパマスボニータイエノミス23アニオスデ、カレル、marca.com、2017年5月15日閲覧、ありがとうございます。